イーグルスの先発は前回あと一歩でノーヒットノーランというところまで迫った竹中です。その立ち上がりランナーを置いたところでポランコの先制タイムリー、マリンズが今日も1点を先行していきます。さらに2回です。今日先発マスクの佐藤俊也、捉えた当たりは右中間スタンド方向、滝中も願いを込めたところでしたが願い叶わず、オーバーフェンス、ソロホームランで2点目をマリンズが奪います。一方でマリンズの方は今日はブルペンでの継投ということになりました。先発予定だった森が急遽先発回避、岩下からつないで2番手の広畑、2回満塁で今日ファームから最昇格の黒川、ここはしっかりと打点をつける活躍になりました。ランナー1人を迎え入れてイーグルスが1点を返して2対1。ゲーム中盤に入って6回です。1回2回の失点の後は粘っていた滝中でしたが、ランナーを置いて岡、右中間の当たりがここは深々と抜けていきます。タイムリーツーベースヒットでマリーンズが1点を追加、これで3対1。滝中は6回途中、今日は88球での交代ということになりました。引き継いだ鈴木、平沢をセンターフライで抑えたところ、左バッターに対しての投球を終えてランナー残した状態で鈴木空はここで交代になります。細かくここはイーグルス継投に入りましたが、続くソンチャーホー、バッティング好調の池田に対して打ち取ったかと思いましたが、サード黒川タイムリーエラーになりました。ランナー2人が帰ってきてさらに追加点、マリーンズのリードが4点に広がります。これで5対1。さらに中村翔吾にもタイムリー、1点追加して6対1とリードが広がります。ゲーム終盤の7回に入ってマウンド上は西口、ランナーを背負う苦しい投球ではありましたが、最後は平沢を打ち取ってこの回無失点で抑えます。一方で7回、東から山崎が左中間破っていくツーベースヒット、そして今日戻ってきた阿部、チーム加入後初めてのタイムリーが出ました。このタイムリーツーベースで6回に4点差に迫ります。8回の表マウンド上打ち、ここもランナーを背負う投球ではありましたが、対安田センターフライで打ち取ってホームインは許さず、こちらも無失点で帰ってきます。ゲームが動いたのは8回です。沢村から積極的にスイング仕掛けていった浅村、ファーストストライクを打って右中間へのツーベースヒット、さらに続くフランコも初球でした、レフト前ヒットでチャンスメイク、そしてバッティング好調の鈴木大地と3連打になりました。ライト前のタイムリー、これで6対3と3点差。沢村を攻め立てます。なおもランナーフルベース、ピンチヒッターの岡島、センター方向への大きな当たり、センター掴みますが犠牲フライには十分、これでイーグルスが4点目、6対4とこれで2点差。9回です。ランナー2人を置いた酒井、苦しい投球ではありましたが、ここ山崎ショートナイスプレーで、ここもホームインは許さず2点差で9回の裏につなぎます。9回今日はマウンド上ペルドモ、ランナーを出しましたがあと1本が出ませんでした。イーグルス6対4でマリーンズがイーグルスを破って5連勝、一方でイーグルスはこれで3連敗となっています。